心電図モニターとは、胸部、または手足に電極を装着して、心臓活動電位を計測し、心電図波形を連続して、モニタ画面に表示する、医療機器及びそのシステムのことである。計測されたデータは、モニタ画面に表示されるだけでなく、各種メモリに記録できるものや、別の場所に転送できるものもある。ただし、心電図データの保存を目的としたものは、 ホルター心電系と呼ばれ、心電図モニターとは区別される。また、生体情報モニターや、ベッドサイドモニターという表現に、心電図モニターが含まれていることもある。小型心電図テレメトリー心電図モニターの利用場面には、主に、セントラルモニターとベッドサイドモニターがある。セントラルモニターの場合は、有線もしくは無線によって、心電図データをナースステーション等に送り、 患者の生体情報を集中管理する。ベッドサイドモニターの場合は、有線もしくは無線にて、心電図データを、ベッドサイド専用モニタ装置もしくは PC 等へ送り、表示する。また、生体情報モニターを行う製品には、心臓活動電位の他に、心拍数や血圧、呼吸数、体温など様々な状態を計測できるものもある。無線で、 心電図を送信できる装置のことを心電図テレメトリーと言い,い、送受信機ともに小型のものが製品化されている。従来は医療関連の用途を対象とした末置き式が主流であったが、近年では装置の小型軽量化が進みつつあり、ウェアラブルコンピュータと組み合わせることで、外出時のリアルタイムでのデータ収集等、多様なアプリケーションが開発されつつあるモニタリング。 治療、機能補助機器 ICU、Q、救急病棟などに収容されている重症患者をはじめ、手術中の患者や救急搬送中の患者で病態が急変する可能性がある患者の情報モニタリングに使用される。生体情報モニターは、大まかには、ベッドサイドで使用される。一人用生体情報モニターとナースステーションなどで使用される。 他人数用生体情報モニターに分類される。測定の対象となる患者の情報は目的によって、患者の顔色、帯動出血の有無、環境への反応など多様である。生体情報モニターでは、基本的なバイタルサインである、心電図、血圧、呼吸数、体温といったものがモニタリングされる。これらに加え不正脈血中酸素飽和度。 呼吸ガス分圧、経費ガス分圧などのパラメータのモニタリングも行われている。近年では小型軽量化が進み、外出時のデータを常時収集可能な携帯型の装置も普及しつつある。ありがとうございます。